横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの今永、対するジャイアンツの先発はベテラン宇都宮、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。左の今永、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは坂本。投げました、145キロ直球、空振り三振。今永ナイスピッチング。投球これから5球目。打ったに当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。田中ツーベースヒットを放ちました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。第5球投げました、打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、蹴った、痛烈な当たり、クリーンヒット。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。ジャイアンツまずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは5番阿部。さあ、次の投球、打った、ロペスボールを掴んだ。ロペスそのままベースに入って3アウト。1回の表が終わって1対0、ベイスターズ先制点を奪われています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは長野。さあ、次の投球、投げた、打ちました、セカンド正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは7番上井、投げた、打ちました、山取った、一塁送球、アウト。上井いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。第3球は打ちました、セカンド左横のゴロ、外ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト。3アウトチェンジ。今永この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって1対0、ジャイアンツ現在1点折り。ベイスターズ追う展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で宮崎、投げた、ジャストミート、破った、ボールは中継、宮崎いいバッティング。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー、打った、今永掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って坂本、今日の第1打席は打った、ファースト落下点に入りました、ファウルグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、田中ナイスバッティングです。さあ、2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。インコース空振り三振。3回の表が終わって1対1、現在同点です。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮崎、スラーで見送ってストライク。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、ボール。投げました、打った、フライ強烈、さらに伸びていく、ライト見送った、ホームラン、スリーランホームラン。青一色に染まったライトスタンドに吸い込まれていきました。ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発にチームメイトの祝福。先ほどのプレーです。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは岡本、投げました、打ったに当たりだ、抜けた、岡本いいバッティングを見せました。バッターは5番阿部。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ、次の投球、打ちました、外ボールを掴んだ、二塁へ送る、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。バッターは6番長野。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第3球を投げました、空振り三振、バッターアウト。今永3安がうなります。4回の表が終わって5対1、ベイスターズ4点リードは変わりません。5回の表、4点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、打ちました、ロペス交代、ワンバウンドヒット、ライト前ヒット、亀井ナイスバッティングです。
バッターは8番小林。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げました。打った流し打ち、クリーンヒット。亀井二塁回った。亀井三塁です。と小林いいバッティングを見せました。これは引っ掛けた。ヒットになります。ジャイアンツ点差を3点に縮めました。宇都宮タイムリー。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあリプレイです。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、坂本今日は三振と三振。ボールを三塁へ送った。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。投球これから4球目。打ちました。外を取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回の表が終わって5対2、ジャイアンツこの回1点を返しました。試合は後半6回に入ります。トップバッターはマギー。今日はセカンドライナー。打ちました。破った。マギーナイスバッティングです。バッターは4番岡本。第5球投げました。146キロ直球。空振り三振。左バッターボックスには阿部。今日はファーストゴロとセカンドへの併殺打。投球これから2球目。打った抜けた。ボールは中継。阿部いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第5球投げた。空振り三振。ボール球で仕留めました。バッターは7番上。今日3打席目。投げた。打った。痛烈な当たり。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。2者残塁。6回の表が終わって5対2、ベイスターズ3点リードは変わりません。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは宮崎。今日3打点を挙げています。決まってストライク。第2球投げた。ボール。投球は3球目。投げた。ストライク。追い込んでから第4球を投げた。打ちました。いい当たり。ワンバウンドヒットになる。打ったバッターは二塁へ向かった。宮崎いいバッティングを見せました。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは小林。さあ投球は5球目。投げました。縦のスライダー。見逃し三振。バッターは代打宇佐美。第2球投げました。打った。引っ張った。ロペスダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第2球投げました。打った。いい当たりだ。ライトへ行った。ライトバックしていった。ヒット。坂本ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番田中。第3球をランナースタートを切った。打ちました。これは内野へのフライだ。ショート落下点。取ってこれで3アウトチェンジ。満員の横浜スタジアム。さあ夜空高く花火が打ち上げられました。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番マギー。打ちました。抜いていった。マギーいいバッティングを見せました。バッターは4番岡本。第5球打ちました。これはヒットになります。岡本ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ベイスターズピッチャーを交代します。三島結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、ここでマウンドに上がったのはパット。今日4番手としてマウンドに上がった。第5球投げました。打ちました。二塁ランナー三塁。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ベイスターズなおもピンチが続きます。次は4球目投げました。打った。痛烈な当たり。ショートから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。結局8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは宮崎。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。1球目ストライクから第2球投げた。ボール。第3球を投げた。打った。三遊間の打球一塁送球アウト。
これでワンアウトランナーはありません。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは亀井。投げた、打ちました。山、ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウトランナーはありません。ピンチヒッターは陽。次は1球目。投げた、打った、山取りました。ベイスターズ勝利目前。代打はゲレール。ベイスターズここは何としても抑えたい場面。投げた、打ちました。当たり損ねはショートゴロ、一塁送球、アウト。ゲームセット。ベイスターズ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。